小学校の頃、まだ親の実家で住んでた。俺はサザエさん一家で言うタラちゃんの立場。で、祖母、祖父、おじ、母、父、俺で住んでた。ちなみにそのおじ、イカカツオでいい？は大学中退して、今で言うニート。感触起こしたりすることもあって、今思えば精神的に病んでたんだろうな。おじと俺以外は、みんな仕事なりで欠けてるなりでいない日がよくあったんだけど、そういう時のたびに、カツオに。忘れられない怖い思いしてみたい？だとか、頭おかしくなっちゃうことしてあげようか？とか言われることがあり、なんとなく怖かった。で、同じようにカツオと二人だけになった日、とうとうカツオがやらかした。二階の和室にカツオに連れてこられ、柱のところに後手にして縛られた。今思えば、なんでされるがままにされたんだって感じだけど、当時子供だし、カツオ怖いし、抵抗できなかったのかなー。で、一体何をされるんだって怖がっているうちに、カツオがテレビ番組の司会者みたいにハイテンションで喋り出した。はい、こんにちは。ありがとうございます。今日は皆さんに忘れられない体験をしてもらいたいと思います。カツオ、最初で最後のチャレンジ。みたいなこと言って、一人で拍手とかしながら騒いでた。俺はとにかく怖くて震えてるしかできなかったんだけど、カツオはまるで俺なんていないみたいに、ハイテンションでいろいろ言ってた。しばらく騒いだ後に、急に静かになったと思ったら俺の前に立って。お前平気な顔で生きてちゃいかんぞ。お前も悪いって思わないかんぞ。と言って、横に置いてあった箱から針を取り出した。俺は刺されるのかと思って、ようやく嫌だやめてと泣き出したんだが、そしたらカツオは、いきなり自分自身の腹にそれを刺し始めた。痛いぞ、お前痛いぞ、すげえだろう。みたいに言いながら、俺はもう怖いと折り越して、呆然と見てるしかなかった。5本くらいの針を刺し終わると、カツオは隣の和室との間の襖を開けて、向こうに置いてあった椅子を持ってきた。そしたらまた最初みたいなハイテンションになって、お待たせいたしました、いよいよ小脳目玉です、拍手。つって、自分で拍手してた。針も痛そうだったけど、おかしくなってたんだろうな。で、針と一緒に置いてあったロープを取り出して、椅子に乗ってまた拍手し始めた。その時点では俺もまだポカーンと見てる状態だったんだけど、カツオがロープをやたらスピーディーにカモイと首に結びつけた時点で、すげえ恐怖に襲われた。やめてー、やめてー、って泣き叫んだんだけど、カツオはもう聞いてない。それでは皆さん、おめでとうございます。とか言って、椅子を蹴って首を吊った。1時間くらいして、体感時間ではもっと長かったけど、祖父母が帰ってきて、上でラーラー泣いてる俺の声を聞いて階段上がってきた。俺と首吊ったカツオを見てしばらく呆然としてた。でもようやく祖父が俺のロープといてくれて、祖母が俺のこと抱きしめて1階まで連れてってくれた。そのまま祖母が付き添ってくれて、1階の祖父祖母の部屋で布団で寝かされた。その間に祖父は警察だの俺の両親だのに連絡して、彼らとまあその、処理をしていたらしい。俺はもう心臓バクバクしっぱなしで寝るに寝れなかったけど、祖母が、寝とき、寝とき、って言うから、目つぶって寝たふりしてた。その後いろんな処理だの簡単な葬式だのも終わり、すぐに俺と両親は引っ越した。今でも正月や盆に祖父母の家には行くが、2階は怖くて上がれない。首を吊って動かなくなってからビクンビクンするのとか、その出すものボタボタ出す様子とか、すげえ目に焼き付いてる。忘れられない怖い、をさせるってカツオの目標は達成されてるんだろうな、最低なことに。2ヶ月ほど前で俺も当時のカツオと同じ年になったけど、なんか複雑だよ。